流浪の末にたどり着いた越前で、光秀は守護朝倉義景とその盟友浅井長政に出会う。共に戦った義景の守る強さに心打たれた光秀は、義景の誘いに応じて朝倉家の客商として越前にとどまった。義景のもと鍛錬を重ね力を磨いていたある日、光秀は長政の口からある西国大名の名を耳にする。合算戸田城の戦い。よう光秀。あ、お前しばらく見ないうちに顔つき変わったな。長政殿、そう見えるか。ここでの暮らしが俺には良い刺激になっているのかもしれない。光秀の力添えを得て越前の安寧はより盤石になったかと思われます。しかし安寧の中でせっかくの腕がなまってしまわないか、それだけはやや気がかりです。なら少しの間他の国を見て回らせたらどうです。可愛い子には旅をさせよって言いますし、俺が気になっているのは秋の毛利です。何でも近頃めきめき頭角を現してるとか。毛利ですか。やや遠国ではありますが動向は気になりますね。どうしますか光秀。義景様のため腕を落とすわけにはいかない。他国巡察の任喜んで受けたまります。はい、頼みましたよ。何やつ、邪魔だ。はなるだ殿。悪い、間違えた。客人、先ほどは我が家臣が失礼いたした。私からも改めて詫びを申そう。いえ、天子の主君にお目通りかない光栄です。よろしければ元凶をお聞かせください。それは俺から。今天子は秋の毛利と戦ってる。奴らの襲撃に備えて参道を見張っていたんだけど、そこに通りがかった我らを毛利の伏兵と見まがえたか。まったく、殿がご無事だからよかったものを。申し訳ない、我らも劣勢を覆せず焦っているのだ。このままではいずれ城を奪われるだろう。もう弱気にならないでください。義久様、天子は、俺の家族は必ず救ってみせますから。家族を救う。義久様、この戦、微力ながら我らも加勢いたしたい。おお、まことか。かたじけない。これからも本当にありがとう。必ず勝とうな。光秀、明智十兵衛光秀だ。よろしく頼む鹿之助。使命を果たす。よし、俺の出番だな。
アマゴの将来は虫の息。わしら毛利は粛々と処理するのみ。アマゴの求心たちよ、お主らの働きにも期待しておる。見せてやる。てつら、よく見たらアマゴにいたやつだ。わかった、毛利め、卑怯な真似を。毛利のやつら、丹の城三方から攻めてきたな。全員倒して義久様をお守りするぞ。その敵が多くちゃ先に進めないな。よし、俺が敵を引きつけるよ。ご無事ですか殿。しかし毛利の攻め手は緩みませぬな。ああ、だが屈するわけにはいかない。この戦をものにして己が勝てとしよう。承知した。俺から逃げられると思ったか。耐えきれぬ、聞かせてもらう。お見事にございますな。見せてやる。刃を受けろ。敵の侵入を防いだか。皆よくやった。油断がない。では次の手を放つ。矢の雨を浴びせよ。任せろ。敵に増援が現れた。このままでは義久様が危ないな。毛利の勢いは増すばかりか。もはや我らに勝つ見込みなどないのでは。どうも味方に嫌な空気が流れてるな。俺たちがどうにかしないと。ここまでか。ものの不安、すべからく核あるべし。俺はまだ強くなれる。まだまだ倒し足りないな。おっとだ、かかってこい。俺に任せ。あのアマゴの将、なかなかの手だれと見た。一戦手合わせ願うとしよう。抜けてみろ。アマゴ勢は崩壊寸前か。釣り糸を垂らさば、すぐに餌に食いつこうな。つなぎ、この役目はお主にこそふさわしい。かつての同志を解き伏せよ。
開門。我は品川正勝、動画がごとき鋭さで鹿などたちまち食らってやるわ。へえ、そりゃすごい。でもな、俺をただの鹿だと思うなよ。毛利の思惑通りにはさせない。承知した。まだ我らは負けていない。弱気になってはいられないぞ。俺に任せろ。承知した。やってやる。どれ。ちょっ、さっ、さっ、はあ。さっ、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 さっ。覚悟はいいか。さあ、でや、はあ、さあ。敵将、やってやったぞ。ここは引こうか、あるまい。やるな。我らも続け。ながら、さっぱれ。打ち死に。任せろ。親の雨は止んだようだ。では進むとしよう。皆の者、あっぱれな武馬たらきだ。戦局に巧妙が指したな。承知した。獅子奮陣の大立ち回り、まるで飢えた獣だ。俺も振るわねば。さて、大詰めだ。役目を果たせよ、高影。開門。承知した。毛利の奴ら様子が変だ。どこにも怪しいな。一度震え、わしも手はずは整えておかねば。卵の牙手こさげよってやる。そこをどけ、高影坊ちゃん。俺に倒されたくなきゃな。うるさいのが来た。仕方ないな。ほら、かかってきなよ。急げ。まずいな、このままでは。よし、急ぎ策の準備だ。そろそろしまいといたぞ。全軍総大将を狙え。本隊と連携して雨子を攻めるぞ。開門。諦められるもんか。俺に任せろ。城内の者は腹を空かせているはず。見せてやる。急ぎ兵糧を運び入れよう。刃を受けろ。兵糧をこじ。
かった。ひらによこせ。アマゴは飢え果てるのが似合いよ。何としても兵糧を届けねば。受けてみ、誰か援護を頼む。この俺に挑もうってのか。面白い。相手になってやるよ。目の全てで。わかった、わかった。元藩を退けるとは、アマゴの将がなかなかどうして。狙うは義久の首ただ一つ。覚悟しろ。俺に任せろ。俺はまだ強くなれる。救援かたじけのを存じまする。見せてやる。俺の力の礎となれ。一刀へ切れ。引かせてもらう。任せろ。お見事に。承知した。ございますな。敵将やってやったぞ。ここは引こうか、あるまい。どうだ、ここは引こうか、あるまい。俺から逃げられると思ったか。フルはなんだか。誰でもいい、加勢してくれ。これは見事なお手並み。俺、いまだ敵襲が止まぬか。誰か女性を頼む。助かった。私は兄上の護衛に回ろう。行くせ。そこの武者、足に付き合い。かなう相手ではなかったか。フルはなんだか。よし、危機は脱したな。皆の武働きに感謝する。わかった。俺の力の礎となれ。意地は見せたわ。もうよかろう。それまで。よし、これで残すは総大将だけだ。やらって待ってろよ、じいさん。ここまで。承知した。手あがいた褒美だ。わし自ら引導を渡してやる。開門。任せろ。俺に任せろ。俺はまだ強くなれる。承知した。俺に任せろ。わかった。
その卑怯者明智か。主家の滅びた流浪者が何故わしらに刃を向ける。お前に語る道理はない。いざ尋常に手合わせ願おう。雨子の気骨は認めよう。だが勝負は決したも同然。もはや雨子に残された道は一つ。賢明な判断決して待とうか。皆一様に疲弊しきっている。これ以上無理はさせられぬな。天下無双、それほどの力が俺に。くそ、毛利め、諦めるもんか。勝負はまだついて。やめよ、鹿之助。義久様、でもこの戦、我らの負けだ。雨子は毛利に下る。そんな、なぜ。兵は疲弊し、度重なる戦で民草は困窮しておる。これ以上戦を続ければいらぬ犠牲が増えるのみよ。鹿之助、よくぞここまで戦い抜いてくれたな。その分働きに私は深く感謝しているぞ。義久様、くそ、雨子を守れず申し訳ございません。鹿之助、聞いたぞ。雨子は毛利に下り、義久様は幽閉。鹿之助ら家臣は義久様の身と引き換えに放免されたと。ああ、義久様の決断だし、俺は口出しできないさ。でもやっぱりあんな決断させたくなかった。なんで守りたいもの全部手のひらからこぼれるんだ。俺はただみんなと笑って過ごしたいだけなのに。鹿之助、数年前俺もお前と同じ憂き目にあっている。え、光秀が俺と。ああ、領地を守れず城は焼け、一族は滅び、己の身のうのうと生きながらえた。強くなければ何も守れない。力を求め旅に出た俺は今、朝倉義景様のもとで刃を振るっている。鹿之助、お前も越前へ来ないか。大切なものを守れるようになるため、共に強くなろう。よし、一緒に行くよ。どうせ主家が滅んで流浪の身だ。修行して強くなって、いつか雨子家を再興させてやる。ああ、その意気だ。では改めてよろしく頼む、鹿之助。Denigrate someone? I couldn't! If you must denigrate someone, then please denigrate me!